書きということでね、来たぞと陽平くん、マイメンですけれども、ちょっとびっくりするぐらい面白かったし、力ももらったし、自分のね子供にも勧めて、今読ましてるんですけれども、これからの、これから大人になる、まあ子供になる、人たちがみんな読んで、大きくなれたら素敵な、素敵なかわかんないですけどね、ややこしい可能性もありますけれども、いい世の中になるんじゃないかなと思ってます。夢を諦めることを諦めた男の話、おすすめです。